了解、用意スタート。よろしくお願いします。もう気が狂った変態クソ投稿者による、龍が如く維新極みの実況パート55始まるよ。視聴者の皆様、ドルチェウフォだ。はじめさん、聞いたで。え、何？あんたらこれから土佐に行かはるんやろ。何の話だ。例のもう一人の坂本龍馬と会いに。あいた。さっき中岡藩から聞いたんや。せやけどあんたらが土佐行ったら何が待ち構えているかわからへんって。そしたらはじめさん、あんた今日を経つ前にお龍ちゃんに声かけてあげな。なんで？余計なお世話かもしれん。せやけどお龍ちゃんに会うてあげて。あの子気丈にしてるけど、ほんまははじめさんのこと心配でいても立ってもおられへんはずや。進歩が勃起してしまう。お龍ちゃんにはうちから暇出しといたさかい、せめて今日一日あの子と一緒に追ってあげてな。しょうがねえな。もう今日を立つ支度はできとるんやろ。そしたら今からあの子呼んでくるけど。ええ、デート料金2時間4000円。ああ大丈夫だ。わかったわ。じゃあお龍ちゃん呼んでくる。60分。ちょっと待っとって。おい待てねえな。みんな待ってよ、僕も行くよ。お前は引っ込んでろ。はじめさん、あんな今日はおかみさんが一日暇をくれるって。おい休みだ。せやからあのうちとおるの嫌やなかったら一緒に散歩でも行かへん？ぷー。だってうちはじめさんには今日にもええ思い出作ってってほしい。うちとはじめさんがおった今日ニコニコ動画嫌いに並んでほしいから。ああわかった。ほんま？ほなうちすぐに支度してきます。40秒で支度しな。3、2、1。じゃあ岡山の県北にあるサイゼリアに。知らねえよ。どこ行くの、はじめさん。河村町へ。あのうちはどこでもええよ。考えてみたら街を楽しむなんて風に歩いたことなかったし、せやからはじめさんのいつも行くところでええの。うちはそれで十分やから。というわけで、お龍ちゃんとのデート、始まるよ。なお、のんけ要素は一切ありませんので、パンツは脱がなくていいですよ。このような風に、一緒に出歩くと、なんか、いつもの今日と違って見えるわ。ケミル・カレムゾン！俺腹減ってんだ。まずは飯だ。龍馬ちゃん、最初のデート先にうどん屋を選んでますね。これはチョイスとしては車で言えばどれぐらいかな？セレナです。セレシオぐらいです。あ、地獄どこ来たよ。そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。なんぼなん？こちら14万3000円になっております。おや、どうしたんだろう。いいっすか？いいの、キュッて。いや、いいのは、ありがとうございます。すいませんね。まさかのタダ飯。人の金で飲む酒はうまいけど、タダで食べる飯もうまいかな。一応、ここ来る前に浪人ぶん殴って、金を強奪してもらっては、いましたけどね。ダメになるでしょ。暴力最高。じゃあ次は。酒飲まずにはいられない。この辺に楽しみ。今日に来て初めてかも。今日は、明日が休みなんで、そこでしこたま酒を飲んでから。シャワーも浴びずに。ほら寝るわ。美味しいご飯屋さん、知ってはる？サイゼリアに。どっか寄ってかへん？はじめさんの好きなもんでええよ。しまい。グラス一杯のクリコのシャンパンに揚げとゴードラシャブサイン剤を溶かし、タクヤのアナルに流し込む。なるほど、お龍ちゃん以外と酒強いんですね。なら、おすすめのロングアイランドアイスティーやカルーアミルクを飲ませても大丈夫かな。ありがとうございます。
拓也さんも飲んで。ビールでも飲んでリラックスしない。ジュースも飲んでね。うん。あ、店長、お沙汰じゃないですか。この女さっきまで感じまくってた。お前飲んけか。お前この店の意味知ってんの。ここはおなじみ SM バリジャム。残念でした。やったぜやったぜやったぜ。おや、どうやらこのお店もただで酒を飲ませてくれるみたいなので、とりあえず店にある酒全部もらいましょう。やはりどっかの宅配業者みたいな名前の人も言ってましたが、酒は人の金で飲むに限りますね。酒を飲んで腹の中でクソがりグルグルしてる。やはりニコニコ動画でクソまみれになると最高やね。いや、やってくれ。知ってはる？音楽に合わせて歌える場所やねんけど、いっぺん行ってみたいんです。というわけで、いきなりですがおようちゃんのためにようまちゃんが歌います。普段はおとなしい合いの手ばかりですが、今回は珍しく真面目に歌うので、皆様ご清聴願います。早速歌ってもらいましょう。山崎まさゆきさんで愛の形です。金も身分もない男は恥ずかしくないのかよ。これも定めと受け入れて働いて死ぬ。そのみれ意地で生きるぞ。汗水垂らし身を削りありつかん尊くも儚き飯。愛し張って愛し張って咲かせましょう。燃ゆる花びら血染め模様。泥水育ちのその花は虹桜。聞くもん吸ってほしいです。こんなエロい聞くもんやったらもう一本ぐらいいけるやろ。これでバンジョー OK だわ。おい、いつかそんな金粉さんだったんだ。村も結構洗い方うまいじゃん。あんたすっげーうまいじゃん。スポーツとかトレーニングとか何かしてる？結構足もトレーニングしてます。毎日夕方頃にセックスで。あ、トレーニングやってんの。何するわ。みんな、ま、好きなんだよな。視聴者の皆さんどうなんだ。さて、食事もして酒もしこたま飲んで歌も歌ったら次にやることはせ、もちろん踊りですね。それでは龍馬ちゃんによる無断転載お断り激エロダンス始まるよ。結構毎日踊っちゃう。ほら見とけよ見とけよ、行くぞ。じゃあ服を全部脱げ。それから何時間も体に精液とヨーグルトとキメシをまみれさせて。みんな踊れ。日本の魂。ん？何の話だ。どういうことだ。見せてやるぜ。なんだこいつら。
ンド日本のようなサムライいかがだったかな。36普通だな。セクシーエロい。ビビってんのか普段仕事の時っていうのはどういう格好するの。オーバック。龍馬ちゃんは博打を打つよりもそこら辺にいる浪人を打つことの方が多いですけどね。さて次は清水寺へ行きますが、パート23で金王党の連中をぶちのめしましたね。関係者はなぜか獅子類類となった清水寺にたまげたでしょうね。20人以上、30人以下、死体だけです。おいしそうなキャラで、うん、まず食べた金玉、うん、美味しい。お前精神状態おかしいよ。あれだな、美味しそうね。肉だぜ肉。疲れたろ。随分長い散歩になった。14分22秒。うんうん、全然平気。寺田屋の仕事に比べたらこんなん。仕事ってなんだよ。はじめさんこそ、うちと二人きりで疲れたんとちゃ。俺も今日疲れたろ。せやけどうちはとっても楽しかった。マジ。またこうしてはじめさんと街を歩けたらええなって。ぷー。なあ横領、めっちゃ腹痛い。ん、何。視聴者の皆様、クソ出ちゃったよ。どうすればいいんですか。今までありがとうな。下の世話までしてくれてお前には感謝してる。ジャニケース AV 男優の俺がこの街でなんとか一人でもやってこられたのはお前のおかげだ。ありがとうございます。それで金もらってるわけだ。なのに俺はこれまで礼の一つも言わなかった。人間のクズがほらほら。今日になってやっと進歩が勃起してしまう。こら何勃起してる。もう会えないかもしれない今になってやっと礼を言うなってな。そうですね。はじめさん。こっち見てる。アゲとゴードラ。まみれの。幕府がなくなって、世の中はこれから大きく変わる。俺のチンコ。きっと良くなる。え、本当ですか。だからお寮。お前のアナルは俺が守る。お前は、おかみさんたちといつまでも達者で。待って、うんとかすんとか言えよ。うん、そんなん嫌や。え、何。うん、どういうことだ。その続きはなんとなく想像つく。俺のチンコ舐めんだよ。せやけどうちははじめさんの遺言なんて聞きたない。反抗的な態度素晴らしいですね。お寮、じゃあちょっと研修が必要かな。はじめさんのこと騙してたうちが言うことやないかもしれん。あ、そうだな。そうだよ。けどうちはこれからもずっとはじめさんのそばにいたい。あ、お前のんけか。なのにはじめさん、なんでも二度と会えへんような言い方するの。顔見たら二度目はないだろうけど。土佐で用事済ませたらまた今日に戻ってくるんやろ。河村町へ。来てな。行きましょう。じゃあ夜行きましょうね。おい、どこ座ってんのお前。願いやから必ず帰ってきて。か、こんまじで。うちは待ってるから。シャワーも浴びずに。はじめさんが戻ってくるまでずっと待ってるから。はい、行きますわ。ほら約束して。はじめさん、聖域と雪飯はクソまみれの。またこの町に戻ってくるって。あ、いいっすよ。いいよ、いいよ。分かった。お前は最後に殺すと約束する。あれは嘘だ。よくも騙したな。きっとやで。お前、おじさんに嘘ついたら、もう二度と
ご飯の支度してあげへんから。すいません、許してください。何でもしますから。といったところさんで、今回は終了です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。終わり！閉店！以上！